さあやってまいりました JR 奥羽線宇後境駅でございます。この宇後境駅ご覧ください。お城の雰囲気漂う駅舎でございますので、ちょっとね中に先ほど人いらっしゃったので早速ちょっとお話を聞いていきたいなと思いますよ。あ違う、そうだ、ごめんなさい、宇後境駅でかっこいいを探せ行ってみたいと思います。JR 奥羽線宇後境駅は1904年鉄道省の境駅として仙北郡荒川村に開業。1919年宇後境駅に改称。2004年にはこのかっこいい駅舎に改築。小佐助安産の神として親しまれている唐松神社の最寄りの駅でもあるため、駅舎も社殿のような造りとなっています。早速駅に勤めている佐藤さんにお話を伺いました。どうですか、宇後境っていう町はどんな町ですか？まあちょっと田舎ですけども、空気も美味しいし水も美味しいし、うん、お酒も美味しいです、はい、あららら皆さんが飲まれるお酒っていうのは地元の奥田酒造さんで作ってるお酒がありますので。おー、何作ってるんでしょうか？ですね、千代みどりっていうお酒です。もう一回お願いします。塩みどりです。塩みどり、はい、はあ。いや今日お伺いしたのはですね、はい、宇後境駅でかっこいいを探せっていうミッションをですね、はい、やっておりまして、はい、平成2年に作られた能楽殿ってあるんですよ。ここにもう一回お願いします。能楽殿。能楽殿、はい、なんすかそれ。能楽殿、能をやる舞台です。あ、能、はい、はいはいはい、舞台近くですか？近くです。歩いてだいたい15分くらいのところにありますので。そうなんですか。歩いていきます。歩いていきます。行けます。早速情報をゲット。駅を後にして商店街を歩き、能楽殿についてさらに情報収集。まっすぐですけどね、唐松神社のちょっと裏手の方になりますけど。歩いてまいりました。見えてきましたよ、唐松神社。車入り口、その奥に、あ、参道、参道って書いてますよ。あっちからですね。さっき佐藤さん言ってたこれ千代緑、これかっこよくないですか？てかでかっ。行くでしょう。話をお伺いさせていただいてもよろしいですか？はいはい、いいですか？はい、ありがとうございます。所長さんでいらっしゃいますか？はい、あー所長すいません突然。いやいや、すいません、お邪魔します。ありがとうございます。まあこれ歴史を感じる蔵で、はい、これはもう実際お酒を作られてる空間っていうことですよね。はい、増築改築をしながら今でも使ってますけれども、はい、すごい建物なんですよね。こちらではないんですが、はい、店舗兼母屋の方が、はいはい、一応登録有形文化財に指定していただいてます。はあ、すごい。じゃああちらの方ですので。いいですか所長、はい、すいません。じゃあ参りましょう。ありがとうございます。ちょっとプチ社会科見学みたいな感じで、ね、すみません、お邪魔します。失礼いたします。和の中にモダンな感じのという建物を設計されている方で、はい、例えば通常床の間ですと一段上がって、そして床柱があってというようなあれなんですが、はい、下は一切工程つけないで、うん、ただこの上からの落としでこちらから床の間ですよというような形。はー、あとは床柱が畳からニョキッと出てる。はい、確かにそうですね。はい、この家をこう維持するために頑張って酒作ってるようなもんです、ね。はい、ああ、なんかこう社長がこれからこういうお酒を作っていきたいなみたいなこう抱負みたいなのありますか？それまでのうちのその穏やかな優しい味っていうのをそのまま伝えていこうということで、やっております。皆様方にお食事に合わせて飲んでいただいて、うん、ほっとできるお酒を作っていきたいなと思ってます。
今の時期は夏酒といいまして、ほう、夏に向けたちょっとすっきりした、うん、ちょっと酸味のあるお酒を出しております。はー、突然の訪問にもかかわらずありがとうございました。この後は唐松神社と能楽殿へ。